淡路調味料です。はい、どうも、タブリンゲです。フンクですね。皆さんにも旬のニラを使っていただきたいと思いまして、私いろいろ考えまして、ニラと厚揚げを使ったですね、フンク、低コスト高コストパフォーマンスのですね、レバニラ風厚揚げ、要はレバニラのレバーを厚揚げしたって感じですね。厚揚げをレバニラ風にするとうめえってことを皆さんに伝えたいんで、それではやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ニラとキラサゲとニンニクです。それだけです。じゃあやっていきたいと思います。マジはね、ニラはね、たっぷりと一束はね、だいたい 100g だからね、皆さん覚えててくださいね。仕込んでるとこあるんで、ここら辺ね、よく洗ってくださいね。今回はね、洗ってあります。で、3、4センチにこうやって切ります。切ります。パラパラね。で、これ両方半分にしてね。で、今回絹厚揚げなんで2つで 240g のものですね。で、これをなんだかニラと食べやすいようにこんな感じで切っていきます。なんだろうな、1センチ弱ぐらいの感じかな。これでね、いいピースになるんでね。はい、こんな感じですね。はい、そしたらですね、この絹厚揚げ下味をつけてということですね。はい、このお醤油が小さじ半分でございます。あとお酒ですね。こう香りをつけていきます。味の素1、2、3ね。でですね、片栗粉です。ね、まぶさないと思いますけど、厚揚げにこれをやることによってね、非常にタレとの絡みが良くなります。そうすると、ちょっと崩れるかもしれないけど、崩れたら崩れたで、崩れたところが美味しかったりするんで、こんな感じで、まぶしておいてください。じゃあニンニクを剥きます。これ切って、剥いとくだけで、これ後でおろしますからね。で、ちょっと調味液作っておきます。そして、お醤油小さじ1杯で、オイスターソース小さじ1杯。あ、これがね、僕はね、醤油とオイスターソース1対1で使ったりするんですけども、中華を使う上で結構重要なテクニックです。サンシャンパン、ウェイパーでもいいんですけど、小さじ3分の1、これぐらいですね。これぐらいパパッと入れてください。最近これだって、料理酒でもいいですよ、これ今清酒使ってますけど。はい、はい、大さじ1杯黒胡椒。じゃあこれ混ぜといて、調味液を作っておきますね。これさえやっときゃ、あとはもう炒めるだけですから。じゃあまず今フライパン温めてますけど、ここで大さじ1杯の油です。油をもう全体に熱します。で、片栗粉をはたいたこの下味をつけた松揚げです。めんどくさいから入れちゃうだろ。で、ここでちゃんと厚揚げに火を通しておくのが大事で、全体的に炒まってきましたね。炒まってきたら、淡路調味料です。淡路調味料入れたら、今回はね、何がいいかっていうと、火の加減気にしないんですよ。だって厚揚げってそのまま食えるし。で、ここにもうニラ、ニラ入れちゃう。で、ニラは火が通るのが早いから、はい、完成です。じゃあ最後に1本分大体最後じゃね。はい、じゃあ完成、盛りましょう。ニラはね、砂糖しか炒めなくていい。だってニラはもう生でも食えるから。うわー、ありがとうございます。うまそうだな。最後ラー油なんですね。はい、はい、
ということで、無限に酒飲めるレバニラ風朝日完成です。はい、それではですね、今しゃべっていただきたいと思います。いただきます。OK、 これうまいんだよね。ニラと厚揚げのところ、なんで酔ってない俺はこんなに味付けのバランスがいいんだろうね。タレがめちゃくちゃうまい。そして厚揚げにすごく絡まってる。そしてニラも火が通りすぎず通らなさすぎるっていうちょうどいい部分に折れます。めちゃくちゃうまい。レバニラ風というか全く新しい厚揚げの炒めですね。めちゃくちゃうまい。じゃあ食べますよ全員。乾杯。いただきます。いただきます。味しっかりついてる。うまっ。レバニラではないけど、レバニラの味付けでやると、大体うまいっていう。シラフの俺の考えた料理は全部うまい。なおかつリュウジは酔っててもちゃんと料理できるっていう。素晴らしい。締めて。レバニラ作ったらいいよ。よろしくお願いします。至高のレバニラ美味しいです。至高のレバニラ作ったらいい。おじいちゃんに最初に会いに行ったら何か親戚みたいな。お兄ちゃん久々に見たな。うまい。レバニラ作るご家庭とかでなんか子供食べられないからニラだけね大量に用意してるけど、ちょっと半分これで半分レバーでやるみたいな感じだったらなんかちょうどいいんじゃない。なんかお父さんお母さんだけレバニラ、なんかお子さん複数人いたらこれっていうのはあると思います。まあ、同じ鍋で作るじゃん。レバニラ作る過程なんかねえよ。この間四股のレバニラ出した番組だから。あれ再生数めっちゃ悪かった。レバニラ作る過程はねえんだ。いやいや、まあこれからねこう普及させていけばいいじゃないですか。レバニラはダン。疲れてるかな今日。まあいつもより飲んでますしね。まあね。久しぶりの僕の半年ぶりくらいかな。はぁ、ゆでサンブラカツね。ザコスサンブラカツ。無意識でもやれるように訓練しろ。まず今日はスマニラ、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 いいと。めちゃくちゃこれ好きよ。いや、もう